こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。最近ね、Amazon のアカウント削除、複数アカウントの運営、これらの質問が多いんで、ちょっとどういうふうな形でね、皆さんアカウントなくなってるのか、調べてみたらね、ちょっとそれはそうだろうというね、アカウント削除の理由がありましたんで、シェアします。なんで削除されるか身に覚えが全くないと。いうようなね、調子だったんですけど、よくよく聞いたらね、普段シェアオフィスで作業してると。シェアオフィスね、当然、インターネットいろいろやってる人いますから、当然中にはアマゾンで輸出、ね、日本のアマゾンで販売してる人もいます。でそういう方がね、削除されたら、シェアオフィスの IP アドレス当然一緒なんで削除されます。あまりにも当たり前。なんですけど、そういう理由があったと。それからね、そんな人そんなにいるのかなと思ったら、他にも、無料 Wi-Fi を使ってみんなにね、アカウント作成を教えてたと、ね、でアカウント無事作ってこれでじゃあ売りましょうって言って数日経ったら全員アカウントが、ね、削除されたと。これね、その無料だから本人じゃないと、ね、同じ人で削除される人がいる、あるいはね、シェアオフィスだから、何人もで使ってるの削除される人がいるというのはね、わかるんですけど、逆に、そういうところのサービスをね、使うなと、ね、いうことが言えます。どうしてもね、作業でね、外で、やるとはかどるとかね、出張が多くて、外から、ね、そういう Wi-Fi 拾って作業するという場合にはですね、例えば、この、VPN サービスとかね、クラウドデスクトップとか、そういうサービス、あるいはね、SIM を持っていくとかいう方法がいくらでもありますんで、わざわざその、アカウント持ってりゃ、ね、一番売れる Amazon アカウントを危険にするようなことはしない方がいいです。で調べてみたらね、契約の縛りもなしで使える VPN とかね、あるいはこの、SIM というサービスも、結構安く使えますのでね、この辺のお金は、ケチらず、無料 Wi-Fi だの、シェアオフィスの IP アドレスだのは使わない方がいいというのが言えます。またね、じゃあ実際何を契約するのがベストでね、どういう点に注意したらいいのか、わかんない場合はまた、ご質問いただければと思いますけど、何しろシェアオフィスやネットカフェから Amazon にログインするとアカウントが削除される可能性は非常に高いというのは、覚えておいてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。